日比谷は夢を叶えてくれる場所で、クリスマス点灯式って僕夢だったんですよ。結構30年近くお仕事してきたんですけど、やったことないんで。え、初めてですか。いつかやりたいなと思ってたこの夢も、この日比谷は叶えてくれる。イルミネーション点灯。クリスマスのご予定は。クリスマスは女の子とホテルに。え、言っちゃっていいんですか。草薙が12月は日生劇場の方で舞台をやってるんで、草薙の舞台を見に行って、その後ここの東京ミッドタウン日比谷に来て、ここで2人でこうイチャイチャしたいです、草薙と。